障害者虐待の防止と対応について説明します。虐待防止については、毎年この集団指導の中でお話ししています。皆様も、すでに研修などに取り組んでいただいているところであると思いますが、今回のような研修等の機会を通じて、日々の支援について繰り返し、振り返っていただくことも重要だと考えています。 すでにご存知の内容もあるかと思いますが、確認、おさらいということも含めてお伝えさせていただきます。本日の流れはこの通りです。星マークのところは、皆様にお願いしたいことをポイントとしてお伝えする大事なところになります。はじめに、障害者虐待防止法の説明です。正式名称は、 障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律といい、平成24年10月に施行されました。障害者虐待防止法の目的は、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護と自立の支援、擁護者に対する支援等を行うことにより、障害者の権利利益の擁護に資することとしています。 大きな特徴としては、法律の名称に、虐待の防止だけではなく、擁護者に対する支援という文言が入っているということです。これは、虐待をしてしまった擁護者等を厳しく罰することを目的としているのではなく、擁護者等の負担の軽減を図ること等の、何らかの支援などを通じて、虐待を防止していくということを趣旨としているものです。 ここには、予防や再発防止も含まれます。次に、この法律における障害者虐待の定義についてお伝えします。まずは、行為の主体、つまり、誰による虐待かということについてです。この法律では、次の3つに分類しています。1つ目は、家族や親族、同居人等の、 擁護者によるもの。二つ目は、障害者福祉施設の従事者等によるもの。ここには、訪問系のサービスも入ります。三つ目は、障害者を雇用する使用者によるものです。続いて、障害者虐待の行為の内容、つまりどのような虐待行為か、という視点による分類について説明します。 分類は全部で5つです。1つは、身体的虐待。2つ目が性的虐待。3つ目が心理的虐待。4つ目が、放棄、放任、いわゆるネグレクト。5つ目が経済的虐待です。例えば、障害福祉サービス利用者同士の暴力があった場合に、暴力行為の主体は、利用者であるため、その暴力行為自体は、 身体的虐待に該当しないことになります。しかし、施設職員が、今言ったような利用者同士のトラブルに対処せず、放置して改善策を図らないことは、四つ目の放棄、放任、いわゆるネグレクトに該当する可能性があります。ここでは、身体拘束について触れておきたいと思います。障害者虐待防止法には、正当な理由なく、 障害者の身体を拘束することは、障害者虐待にあたることが、法内2条に明記されています。外から施錠して、部屋から出られないようにすることも該当します。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等では、 緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないとされています。さらに、やむを得ず、身体拘束等を行う場合には、その様態及び、時間、その際の利用者の心身の状況並びに、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならないとされています。緊急やむを得ない場合とは、一切迫性、二被大体性、 三一次性のいずれの要件も満たしていることとされています。切迫性とは、身体拘束その他の行動制限がなければ、利用者本人または、他の利用者等が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。非代替性とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。一次性とは、 身体拘束その他の行動制限が状態に照らして必要最小限の実施時間で一時的なものであることを指します。しかしながら行動制限を行う場合にはこれだけの要件を確認する必要があるということであり、障害者の権利侵害と紙人への行為であることは留意しておく必要があります。次に 横浜市の虐待通報受付状況についてお伝えします。令和4年度では、養護者によるものが66%、障害者福祉施設従事者によるものが33%、使用者によるものが1%でした。皆様自身が、支援者という立場でご利用者様を虐待してしまうということがあるかもしれませんし、 利用者やご家族との関わりの中で、ご家族からの虐待について気づくことがあるかもしれません。そして、ここでお伝えしたいポイントとしては、障害者福祉施設の従事者等によるもののうち、虐待であると判断されない事案の中には、支援上の問題がある事案もあるということです。程度の代償はあっても、 何かしらの課題を抱えている事案が多数であり、虐待に当たるかどうかではなく、これまでうまくいっていたけれども、より良い支援はないのか、障害者の権利用語の観点から、このままの支援で本当に良いのかといった視点が重要です。支援者を一人を一人が、こうした視点を持ち続けていただくことは、もちろんのこと、 各事業所内での支援者の気づきや支援実践の振り返りを共有して改善していくことのできる体制づくりをしていただきたいと思います。次に、障害者虐待防止法に定められた施設従事者の役割についてお伝えします。責務として法律上規定されているものが3つあります。1つ目は、 障害者虐待防止の措置を取ることです。職員研修の実施や苦情を処理するための体制整備などがこれに当たります。次に、障害者虐待に係る通報することです。虐待が疑われる場合には通報義務があります。これには、確証が必要なわけではありません。もし、事業所として事実を把握した場合には、 通常のやりとりのある事業の所管部署に報告という形でも大丈夫です。最後に、障害者虐待の早期発見です。皆様は、障害者虐待を発見しやすい立場でもあることから、早期発見に努めることが明記されています。日頃から、小さな変化を見落とさず気づけるよう、常にアンテナを張っておくことが大切になります。 こちらは、今説明しました障害者福祉施設従事者の役割について規定されている障害者虐待防止法の条文です。しっかりと確認して常に認識しておく必要があります。こちらは、横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例の障害者虐待防止に係る条文の抜粋になります。 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修の実施その他の措置を講じなければならないと規定しています。また、身体拘束等の禁止についても規定しています。このほか、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、 その結果について、従業者に周知徹底を図ること、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施することを規定しています。また、運営規定についても定めております。こちらは参考資料です。厚生労働省や全国社会福祉協議会が作成したマニュアルや手引きです。 事業所向けのものもありますので、ご覧になったことがない場合には、ぜひご一読ください。二つ目のポイント、お願いしたいことは、記載の通りです。障害福祉サービス利用者や、その周囲のちょっとした変化に気づき、それを気に留めることが大事です。その上で、横浜市への通報であったり、事業所内での共有など、 対応していく必要があります。もし気になることがあって、それが結果的に虐待でなかったとしても、日頃の支援を振り返る機会や見直す機会であったと前向きに捉えてください。国の障害者虐待防止と対応の手引きには、もう少し具体的な例が記載されています。このスライドにいくつか抜き出してみました。 自らの事業所での場面を思い浮かべながら考えてみてください。当てはまるな、これはどうだろうか。もしかしたら、いや違うか。などと、すっきり答えが出ないところもあるかもしれません。障害者虐待に限りませんが、この支援がベストだ、これで仕方ないと思った時点で、不適切な支援に向かってしまう可能性があります。 より良い支援を考え続けることに合わせ、支援側の都合により、障害者にとって不適切な支援や対応となっていないか、常に自己チェックを意識していただきたいと思います。虐待発見チェックリストもお付けしました。虐待行為そのものを見たか見ていないかだけでは、早期発見はなかなか難しいと思います。そこで、 障害福祉サービス利用者のちょっとした変化も虐待の目をはらんでいることもあるということにご留意ください。利用者本人や周辺の人の変化の気づきのヒントがまとめられています。一例ではありますが参考までにご覧ください。ここからは横浜市の役割、体制についてご説明します。法律では市町村に対して 障害者虐待防止センターの機能を果たし、通報、届け出の受理などの業務を行うことが定められています。横浜市では、健康福祉局障害施策推進課が、その担当部署として、通報の受理など、虐待防止センターとしての業務を取り扱っています。通報、届け出受付の窓口の業務についてですが、横浜市では、 委託で、365日24時間、通報届出を受付できる改正を確保しています。電話番号は045-662-0355です。この図は通報届出があった場合の本市での対応フローを簡略化したものです。上の方から通報届出を窓口で受付、その情報は 虐待防止センターである障害施策推進課に報告されます。そして、先ほどお話しした虐待行為の主体による3つの分類に応じて各所管部署が必要な事実確認を行います。通報として受け付けた時点では事実かどうか不明瞭な事案がほとんどですが、すでに対応中である事案や 明らかに事実でない事案などを除き、必要な事実確認等を行っています。三つ目のポイントです。繰り返しになりますが、虐待があった場合または、未だ疑いの段階であった場合も、通報義務が生じます。ぜひ通報をお願いします。相談であっても大丈夫です。そして、通報があった際には、 事実確認を行いますので、その際には、どうぞご協力をお願いいたします。最後に、障害者差別解消の資料も付けております。私からの説明は以上になります。ありがとうございました。障害者差別解消の推進について、少しお伝えさせていただきます。 障害者差別解消法のポイントをいくつか書かせていただいています。22ページ、23ページに記載させていただきましたが、ポイントは全部で5つです。1つ目は、この法律の目的です。この法律は、障害の有無によって、分け隔てのない、共生社会の実現につなげていくことを目的としています。2つ目は、 行政機関等と事業者を対象として、講じるべき措置について定めています。事業者には、もちろん、福祉サービス関係の事業者の方々も含まれます。三つ目は、この法律における障害者差別は、一不当な差別的取扱いをすることと、二合理的配慮を提供しないことの二つであるということです。事業者は、法律上の義務として、 不当な差別的取り扱いをすることは禁止されており、合理的配慮を提供する必要があります。合理的配慮については、令和6年4月1日から法的義務となりました。合理的配慮の提供や段差解消、出段ボード、アプリの活用などの環境整備を考えていただくようお願いします。四つ目ですが、事業者に向けて、 国の各省庁が事業分野別に対応指針やガイドラインを定めています。福祉の事業者に向けては厚生労働省がガイドラインを定めています。基本的な考え方や合理的配慮となり得る具体例等を含む内容となっていますのでお読みいただきたいと思います。五つ目は差別を受けた時の相談の対応についてです。 事業者から差別を受けたとの相談、訴えについては、担当の行政機関や人権関係の相談窓口等で対応していくこととしていますが、まずは、その事業者が差別を受けたとの相談に、適切に対応していくことが求められます。対応指針の中でも、相談があった場合の体制を整備していくことや、職員の研修、啓発について示されています。 なお、一番下に記載させていただいているように、横浜市では事業者による差別について、その事業者や事業を担当する行政機関による相談対応によっても解決が図られない事案があった場合、弁護士等により構成する調整委員会が解決を図るための圧旋を行うという仕組みを本市独自に設けています。 そのような仕組みがあるということをご承知おきいただきたいと思います。最後になりますが、合理的配慮について、過重な負担を要するために合理的配慮を行えない場合の説明、そして建設的な対話をもって代替案を考えていくことも大事であることを書いています。障害福祉サービス関係の事業者の皆様におかれましては、 障害のある人の一人一人の障害の状況やご本人の意向を踏まえて、毎日の支援業務を進められていると思いますので、この障害者差別解消法が施行されて、業務の内容が大きく変わるということはないと思いますが、改めて、法律の基本的な理解や対応の再確認を、事業所内、施設内で共有していただければと思います。 以上、障害者差別解消の推進についてお伝えさせていただきました。